はい、皆さんこんにちは、中学入試問題の解説をしていきたいと思います。今日は洛南中学2013年の計算問題の解説をしていきたいと思います。はい、計算問題こういうことになっております。結論から申します。結論から申すと、答えは 1111×4 の、4444になります。今日はなぜこれが 1111×4 の4444になるのかを詳しく解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、もうすでに、足し算なら足し算で青丸、引き算なら引き算で、赤の波線が引いてあります。これをまとめて足してまとめて引くということをしていきます。まず足し算の方を書いていきますね。足し算の方は、2468、4682、6824、最後に8246、8246を、まとめて足したいと。まとめて足して、引き算の方は、1753、3175、5317、7531の、出てきた答えをまとめて、引き算したいと。で、引き算する前に、ここですよね。この足し算は、多少めんどくさい。まともにやってもいいですけれども、多少めんどくさいので、このような工夫をしたいと思います。ここの数字を入れ替えます。入れ替えても、足し算の結果って変わりますよね。この8と2が、仮に2と8になっても答え変わりますよね。なので、ちょっと入れ替えていきたいと思います。じゃあ1の位を入れ替えたらどう入れ替えるかというと、小さい順に並べ直したいと思います。2468の順番で、書いたところでこれ足すこれも結果一緒ですよね。じゃあ10の位も同じことします。10の位も、2468、100の位も2468、1000の位も2468、はい、だから多少ね数字が整ったので計算しやすくなったと思います。だけどここはまだ計算しません。次、こちらまとめて引く方を計算していくと、今と同じようにやっていくと、1357の順番で並べましょうかね。1357、1357、1357、1357を、引きたいと。なのでこれの合計結果から、この結果引きたいんですけれども、お気づきでしょうか。これとこれ引いて、これとこれ引いて、これとこれ引いて、これとこれ引いた結果を考えてみてください。どれも1111で、それが4つありますので 1111×4 で、答え4444というふうになるわけです。はい、というわけで、多少工夫もしました。ただ別解としてね、この2468の平均が、5なので、これが全部、5555555555、平均5にも書き換えられるので、合計結果はこうも表現できる。5555×4 とも、表すことができる。で、こちらもそうですね。こちらも1357っていうのは平均1と3と5となるので、平均がど真ん中の4ですので、全部数字がね、各から4に変わることもできる。はい、だからこれの結果は 4444×4 つの ×4 とも、表すことができます。だから 5555×4-4444×4 で、×4 と ×4 が揃ってますので、5555-4444 で、1111×4 で、4444とも表すことが、できます。このように考えるときも、ありますので、知っておいてください。以上です。ありがとうございました。